自分の目的目標ですね、使命とか価値観とか夢とか大きいビジョンを引き出していきます。そしてそこに向けて具体的な目標を設定したりとか、今課題となるの目標を設定する。でもこの目的目標を志は分からない人が多いです。どうやって引き出すか。過去のプラスマイナスがリソースです。どんな人間も別にね、何にも関係なくてもプラスマイナスであるはずなんですよ。私専業主婦しかやってないんで、あですよね。そんな中で今までどんなの頑張りました。そういえばコールセンターで2年ぐらい1万人ぐらいのクレーム対応してきてぐらいですよね。してきたとしたら具体的な対応策ありますか。そうですね、大体どんなクレームを7つのパターンで対応できるんですよ。すごいじゃないですか。じゃあそれはプラスになるわけです。私主婦ですけど起業したいんで経営者の人私のコンサル受けませんかって誰も興味ないでしょ。いやもう私コールセンターで2万人のクレーム受けて7パターンでどんなクレームも解消できるし、なんならあのファンにもできる方法があるんですけど、経営者の方私のコーチング受けませんかって言ったらどうですか。受けたくなるんです。こんな感じで大事なのは新たに積み上げることよりももうすでにあるプラスマイナスをどう使うか。ある不動産屋会社の人がいました。まあ、たまたまいいやと思って給料いいかなと思って入った。でも頑張ってるうちにすごいやりがい持って、ところが看板みたいのが風で飛んじゃってちょっとね傷つけちゃったことがあるんです。あその時に本当にお客さんのことを考えきれてないなと思って、だからこんなお店にしたいんです。つまり自分の本業でマイナスの部分もぶっちゃけて話せる不動産屋の方が信じられるか、うちは常にお客さんにいいことしかしてませんっていう方が信じられるか、今の時代自社のマイナスも言える人の方が信頼が置けるんです。じゃあ何でも言えばいいって話ではないんだけど、こんな感じで、でもこれを洗い出した経験はあんまりないんですよ。もう前に前に今日売ることしか考えてないけど、掘り起こしていくとそういうことを言うとすごく信頼性が上がる。こんな感じでこれからの時代はプラスマイナスを出すことでどうしたいのか引き出すばかりじゃなく、プラスマイナスを出すことで相手への説得力が増す。じゃあそこに向けて具体的な行動を起こすと。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。